シェーグレン症候群とは、涙腺の涙分泌や唾液腺の唾液分泌などが障害される自己免疫疾患の一種。膠原病に合併する二次性シェーグレン症候群と合併症のない原発性シェーグレン症候群に大別される。40歳から60歳の中年女性に後発し、男女比は1対14である。シェーグレンはスウェーデンの眼科医の名前、ヘンリク・シェーグレンに由来する。アメリカでの発音は、ショーグレンズが近い。抗 SSA、老抗体、抗 SSB、羅抗体といった自己抗体が存在することから、自己免疫応答が関わると考えられるが、その直接的な原因は不明である。遺伝的要素、環境要素、性ホルモンの影響なども関わると考えられている。本症候群は、腺細胞からの分泌物の低下が基礎となり、様々な症状が現れる。主な症状は、メッ症状で2種類ある涙の分泌様式の基礎分泌と反射性分泌の双方に障害を与え、ドライアイなどをきたす。後行症状は、ドライマウスで自己免疫減少により自らの唾液腺が破壊され、唾液の分泌が減少により起こる。唾液には、抗菌作用を持つラクトフェリン、リゾチーム、分泌型イガといった物質が含まれる。また、カルシウム、リン、フッ素といったミネラルによって歯を守る。よって、唾液分泌の減少は、虫歯や酸食症の増加、その他の自覚症状としては、味覚変化、口内炎の後発や乾燥が、喉まで至り食べ物が喉を通らなかったり、声のかすれもある。また多角的な症状としては、舌乳頭の萎縮で舌が平坦になることが特徴である。他に、関節、筋肉、腎臓、甲状腺、神経、皮膚、肺などで様々な症状をきたす。目、口以外の症状としては、以下のものが見られる。本症は単独では、生活に支障をきたすことは多くても、生命の危険のあることは少ない疾患であるが、関節リウマチや、全身性エリテマトーデスをはじめとする膠原病を合併していることが全体の 1〜3 程度ある。また、本症患者は悪性リンパ腫を発症することが多いことがわかっている。これは、本症がリンパ節に慢性の炎症をきたしているため、リンパ球の破壊と再生を繰り返すうちについには一部が癌化するものと考えられている。基本的に対症療法が中心で、腫瘍臓器症状には、ステロイド剤や免疫抑制剤であるシクロフォスファミドなどの投与を積極的に検討する。上記のほか、ビオチンが治療に効果的であるという研究が行われている。ありがとうございます。